昼食とは昼に食べる食事のことである。昼食とも昼食の位置づけは国や文化圏ごとに異なっている。文化圏によっては昼食を1日の食事の中でも主要なものと位置づけていることがある。このスタイルの昼食はドイツ、ブラジル、スカンディナビアなどに見られる。これらの昼食は分量が多くしっかりと調理されている。 また別の文化圏では、昼食は空腹をしのぐための補助的なもので、主たる食事は夕食の方であるとしている場合もある。英米で見られる軽量のサンドイッチで済ませ、夕食に多く食べるパターンはこちらにあたる。以上のように世界の昼食を一般化することは難しいので、各文化圏の昼食を個別に見ていくことにする。英語圏では昼間の食事は基本的に ランチと呼ばれる。これは、ランチョンの省略型として一般に使われているのである。ランチとは、もともとは労働者階級が仕事を一休みし、用なしアルコール飲料を購入するための手段を意図していた。日曜日昼間の食事、およびクリスマス、復活祭、感謝祭での祝祭の食事は、旧来の時間帯である正午、または午後2時から4時に取られ、これは、ディナーと呼ばれる。 伝統的な農業社会では今なお昼間に1日で主要な量の多い食事が一般に食べられておりディナーと呼ばれるランチはより正式な語ランチェンタクの略語として1823年から使用されたオックスフォード英語辞典はより実質的な食事の間に取られる食事として1580年からランチェンタクを記載している労働者は仕事の合間に 学生は学校の学業の途中に時間を設け、昼食を食べている。会社や学校は通常正午ごろに1時間ほどの昼休みを設定しており、その間に昼食をとっている。まず欧米などの一般的な昼食について解説するとカフェテリアを持つ職場と学校もある。社員食堂、学生食堂と呼ばれることもあり、調理した食事を食べることができる。 近隣のレストランでの食事が便利な職場もある。これらのように便利でない環境では、ランチを一日の主要な食事とすることは実用的ではない。このような場合、比較的簡易な食物を袋、または弁当箱に詰めて、職場、または学校に持っていく。多くの職場では、仕出しトラックが定期的に訪れ、昼食が販売される。チキンサラダサンドイッチ。 梨、人参、牛乳のランチ以前の米国で典型的であったバックランチとはサンドイッチと果物1個およびクッキーとチョコバーのいずれかからなる。1980年代以降はほぼ普遍的に電子レンジが職場に広まり、職場のランチの形態が大きく変わった。家庭で調理した食事の残り物、冷凍食品、 および膨大な種類の料理を温め直すだけであり、そちらがより一般的となった。アメリカ合衆国では、平日のランチタイムは11時に開始して午後0時半に終了することが一般的である。週末はブランチを取ることが一般的である。ブランチは通常の朝食よりも手間のかかった料理であり、通常の朝食では出されないデザートやミモザ等の アルコール飲料が含まれる。イギリスにも、米国のバッグランチ同様のスタイルが存在し、学校や職場に調理したランチを、ランチボックスで持っていく。通常、これは、基本的に、サンドイッチ、ポテトチップス1袋と飲み物であり、チョコバーと果物が添えられる。しかしながら、都市の至るところに、小さなカフェが広まることで、電子レンジ同様に、 現在の職場で変化している。伝統的なランチは、そのような施設がない学校及び建設業者の間で、現在も一般的である。オーストラリアの中学校及び高等学校では、ほとんどの子供がランチボックスを持っていく。これには、休憩用の朝の軽食とランチ用の巻きパンが入れられる。第一の目的に加えて、特に週末のランチは、 娯楽の形態として機能する。特に高級でフォーマルなランチはランチョンと呼ばれる。このようなランチはレストランのビュッフェ、ポットラックまたは着席のごちそうとして供される。これらは祝祭のサパーと非常に類似している。簡易及び高級ランチともにデザートがつくことが多い。1日以上かかるクリケットの試合には 毎日通常12時半から午後1時半の間に昼食時間がある。1日の試合ではイニングの間に休憩する。19世紀に男性の職人は簡単なディナーのために家に帰り、妻が料理した食事を食べた。しかし、職場が自宅から遠くなるにつれ、働く男性は昼間の休み時間に食べる携帯した食事を取るようになった。インドの一部では、 軽い携帯用の昼食がティフィンとして知られている。夫が外で食事をする妻は自由に外出して外で昼食を食べることができた。エチケットの1945年版でエミリーポストはランチョンを一般に女性が女性のために作るもので一般的ではないもので、ただし土曜日か日曜日の街、または夏の別荘では同じ数の男性も含むと記述した。 こうした位置づけによって、レディース風ランチイコールユーカンマダムという穏やかに避難するための表現が生まれた。ランチは女性の軽い食事であり、ウェールズの王子が女友達との美味なランチをした時、めめしいと笑われた。1840年代から4時のアフタヌーンティーがランチを補うようになった。ビートン夫人の家政特本では夕食に比べて、 昼食の期日は少ない。ウェールズ語では多神であるが、軽食もまた意味する。シニオが昼食の意味で使われることもあるが、シニオはスパーと並んで夕方の食事の表現に使われる。中世のドイツでは OED によるとノンランチェンタク、ナンチントックという表現があった。昼の一杯のエールとパンは昼のディナーとサパーの間の追加の食事であり、 星草刈りや早めの収穫期の長時間の重労働の期間に食べる。ミュンヘンでは、1730年代と1740年代に上流階級は遅く起きて、午後3時、または4時に食事した。1770年までにディナーの時間は4時、または5時になった。フォーマルな夕方の食事は、キャンドルを灯して寒帯付きのこともあり、摂政時代のように遅い。 サッパーパーティーであった。フランス語では、昼間の食事は、ダジアネ・デジュネと呼ばれ、正午から午後2時の間に食べる。南フランスでは、主たる食事である。北フランスでは、昼食よりも夕食の方が主な食事であるが、南フランスよりも少量である。カナダフランス語では、昼食をディーネ・ディネと呼ぶ。ちなみに、英語外来のランチは、 通常軽食の催しを意味し、立食形式であり必ずしも昼頃でないものを指し、例えば内覧会などで提供される。アルモスソポルドガル語では、昼食はエルモスである。十分な量の調理した食事であり、夕食と同様に、スープ、肉、または魚料理、デザートからなる。ベンガル地方の伝統的なのランチは7コースの食事である。最初の料理は、 シュクトである。これは、少量の香辛料で調理された野菜の煮物で、ココナッツがかけられる。2番目の料理は、ベー、ダール、および野菜カレーからなる。3番目の料理は、米と魚のカレーからなる。4番目の料理は、米と肉のカレーである。5番目の料理は、ラショゴッタ、パンツァー、ラージボーグ、シャンデー種等の甘い料理である。6番目の料理は、パイア または、ミシュティドイである。7番目のコースはパーンで、口直しとなる。古来、日本において、食事は、朝夕の2回だったが、鎌倉時代末期から、室町時代初期の頃から、貨幣経済の浸透、都市生活民の集積により、都市肉体労働者が増え、朝食と夕食だけでは、途中で労働に耐えられなくなってきたことから、正午頃に食事を取るようになった。 幕末の大師範下級藩士の絵日記である岩木日記では昼食をご飯と記している。江戸時代の天皇は馬の時昼休日と定まっており、毎日体の塩焼きが出されていた。これは生意大将軍も同じ時間帯である。農作業などに従事する人は激しく体力を使うため昼食と朝食、夕食の間に さらに軽い食事をすることを小昼と呼ぶ地方がある。中学校の給食の一例日本の小学校、中学校では一般的には昼食に学校給食が提供される。学校給食は校内の施設において調理されたものと給食センターのようなセントラルキッチンなどで集中的に調理されて配達されるものがある。生徒の健康や発育に配慮し栄養士によって 栄養のバランスを考えられたメニューとなっている。内容としては和食もあれば洋食もあり、子供たちが飽きずに楽しんで昼食をとることができるように様々な工夫が凝らしてある。栄養士や教員は食物アレルギーを持つ生徒に対しては事故が起きないように最新の注意を払わなければならなくなっている。配膳は生徒自らが当番制で行う場合や、 あらかじめ盛り付けてある皿を生徒自らが取る場合などがある。高校生の昼食は家庭で作った弁当、朝にあらかじめ購入した食品、学校出入りの弁当業者の弁当、購買部で販売されている食品、学生食堂の利用などがある。大学生の昼食は弁当、キャンパス内のカフェテリア、学生食堂、生協食堂の利用、レストランや 喫茶店などでの外食、ファーストフード店の利用、コンビニエンスストアのおにぎりや弁当など、実に多様である。大学の教員は、学生に習って、学生食堂で昼食をとることもあり、学生同様に様々なところでとることもある。コンビニのおにぎり駅近くにある立ち食いそばや企業の従業員の昼食は、家庭で作った弁当、コンビニのおにぎりやパンやカップ麺、 駅付近の立ち食いそばや牛丼やラーメン店、定食や喫茶店のランチメニューなどが挙げられる。2011年から NHK でサラリーマンの昼食を取材して紹介している番組、サラメシが放送されている。従業員の多い大企業、工場などでは社員食堂を運営している場合があり、そこでは通常比較的安価で栄養バランスを 考慮した料理が提供されていることが多い。家庭の主婦などは人それぞれであり、昼前後にテレビで放送される料理番組を参考に料理を作る人もいれば、前日の夕飯の余りや朝食の余りものを活用する人もいる。一方で自分で料理をせずに外食をする主婦もいる。アラビア語ではゴターといい一般的な食物を意味する外と法の派生語である。 午後2時から4時の間に食べる。リトアニア語ではパイアットスであり、ツイタッチで主要な食事である。ランチの翻訳はプリースピーサイであり、ブランチに該当する。ネパールでは昼食を食べる習慣があまりなく、日中は菓子やチャパティなどの軽いものを口にする程度で、食事は朝食と夕食の2回が多い。ありがとうございます。